お元気さまです。クル米ジシュスの平です。えー、ちょっとですね、えー、気候のせいで、えー、寒くなったもんですから、ちょっとですね、えー、体調を崩してしまいました。はい、ということでですね、今日は、昨日ちょっと上げ損なった、まあ、クルメジシュスのちょっと宣伝の動画なので、まあ、あ宣伝動画は気にしないや、もうバック中ていうことでですね、という方は OK です。あのー、とりあえず、えー、うちのオンラインとかでね、えー、あるいはオンライン以外の まあ、直接指導しているようなマンツーマン指導の先生たちをちょっと紹介したいので、えー、今日は動画を上げました。はい、ということでですね生物の先生が今日ですね、えー、面談に来ました面接に来ました。でさらに、えー、オンラインで、えー、北海道の先生ですけれどもまあ世界史とか日本史とかあるいは古文漢文とか。 うん、まあ教えれますよちなことで,ですね。まあ、ほぼほぼうちの先生方で全教科全科目もうカバーできるぐらいになってきたなというふうに感じてますのでお伝えしたいと思います。はい。ということでお待たせしました。もう物理科学の先生ばっかりちょっと今集まってて生物の先生がどうしてもねあの手に入らなかったんですよ。まあ、去年生物の先生はおられたんですけれども スタバに引き抜かれてしまったものですから、今、スターバックスの方うで、ねえー、働いているんですけれども、はい。ということで、久留米大学の1年生の、えー、女性の先生です、はい。やっとですね、男性の先生ばっかり今日は集まってたんですけども、女性の先生で久留米大学の医学部ですね、ばっちりです、あのー。数学も得意、えー、生物も得意ということで、まあ、教えてくれますので。 まあ、あとはですね、何、えー、だったかな、どの教科だったか忘れたけれども、まあ、とにかく何教科か教えれます。はい、で特に生物と数学が好きというふうなことを言ってあったと思います。違ったかな国語が好きって言った。あ、国語ですね。ごめんなさい。国語と数学が好きというふうに言ってありました。うん、で国語と数学が好きで、えー、とりあえずちょっと今、あの医学部を希望している浪人生の子で、 えー、小論文の添削をね、医学部用の小論文の添削をお願いしたいというようなことで言ってますので、まあ、その子をちょっと今度体験させようという風に思っております。はい、ということでですね、まあ、生物の先生ですよということでですね、やっと待ちに待った、これで物理化学生物全部揃いました。はい、ということで,ですね、近くの先生いませんけど。はいでえー、さらに えー、今日オンラインでですね先ほど面接してたんですけれども、まあ、北海道の大学1年生の、えー、先生で、えー、日本史と世界史と古文、漢文が得意ですよと、うん、であとまあ英語や数学もそこそこは教えれますからということで、まあ、あのトップレベルとかね、そういうふうなその医学部の先生じゃないと、医学部レベルの先生じゃないと教えられないとかいうような、そういう生徒じゃなくて、本当にその苦手だと。うんあの 日本史とか世界史苦手だと、ね、古文や漢文苦手だというふうなね、特にうちの生徒はね、毎回成績表を見せてますけど、古文の成績がみんな悪いんで、古文勉強しろよと言いたくなるんですけどね、古文はさすがにね、50点満点で暗記しとけば20点は取れると思うんだけど、やっぱね、ちょっと共通テストの古文、難しいもんですから、 もう本当ね、十何点しか取れてないと20点いかないということで、まあ、うちからね、坂大の医学部に合格した、あのー、附設高校の生徒も、まあ、50点満点で19点しか取れてなくてね、それで坂大医学部に合格してましたから、さすがに附設高校の古文の先生に怒られてたそうです。俺から何を習ってたんだーってなってね、詰め込み暗示したけば20点は取れるやろうと、それなのに19点しか取れないで、どういうことやということでね、あのー、古文結構ね、 うちの生徒たち、古文が取れなくても大学に合格しているっていうのがあるもんですから、まあ、うちに来てるね、生徒たちに、その過去の先輩たちのその成績を見せると、もうみんな古文の点数が悪いから、あ、じゃあ自分も古文は出抜きしとこうみたいになっちゃってるんですよね。で、これはちょっとあまり私はお勧めしません。古文はそこそこ勉強すればね、20点以上にはなるはずです。はい、ただ30点以上はちょっと厳しいと思いますけどね。前にも紹介しましたが、過去に最悪だった2000、<laughs> 2014年か、2014年1月に行われたセンター試験の古文では、ああ、ぜん古文というか、国語では、 全国で、えー、満点を取れた生徒が一人もいなかった中いうテストがあったときですね、うちから東京大学の分任に受かった布設高校の生徒でも、古文は50点満点で32点しか取れてませんでしたからね、32点しか取れてなかったので、まあ、正直その30点以上になってくると、まあ、東大に合格するような生徒でもね、東大文系に合格するような古文のスペシャリストの中のスペシャリストみたいな生徒でも、ちょっとね、あの共通テストの古文で、 30点以上取りなさいというと難しいかもしれないんで、ね、今年、今年で、ね、今度の1月に行われる共通テスト、まあ、多分あのまた国語が難しくなると思いますので、うんまあ、そこら辺があるんでね、ねちょっと難しくなった場合が困りますから。まあ、まああ あの30点以上取りなさいというのは、ちょっと東大に合格する生徒でも厳しい可能性がありますけれども、まあ、20点台なら取れるやろうと、20点から30点の間はなんとか取れるはずなので、20点未満になることはないだろうとは思うんですけど、ちょっと話がそれましたが、はい。ということで、まあその今日来た、ね、あの2人の先生、2人とも女性です、はい、2人とも女性なんですけれども、まあ、女,性女子大学1年生の2人の 先生はね、2人とも国語が得意って言ってますからまあまあオンラインとかでもねあの国語の授業とか大量にいい紹介できるようになると思いますので、まあ、この動画とかを見られた方はですね興味があれば生物であろうと古文であろうと漢文であろうとまあ現代文とかでもねいいですよまあ必要であればそういう,う医学部とかを受験するようなレベルのね あの授業とかでも対応はできますので、そこはよろしくお願いします。はいということで,で、すね日本史や世界史を教えてくれる先生も、ようやく今日、ね、補充できたので、まあ、あとはないだろうなとは思ってますが、さすがにチリとか公民はいないだろうとは思うんですけどね、結構ね、あの政治経済の経済分野、ね、倫理政治経済とか、まあ、純粋に政治経済とか、 経済の分野で計算問題は結構入ってくるもんですから、結構ね、経済を教えてほしいというような生徒っているんですよね。まあ、教えてほしいというか、数学算数が苦手な子たちで、ね、林、えー、生だとか政治経済だとかとってて、うん、まあ、経済の分野のやつがちょっと大変だという子たちとかいるんでね。 まあそういう子たちもちょっと対応しないといけないのかなというふうには思いつつ、まあ、大したことではないと思うんだけどね、経済はどうしても数学が絡んできますからね、まあ、そういうふうなその社会の先生が経済のやつを教えてたりとかね、してるんですよ。はいということでですね、えー、まあ、英語ばっちり、数学もばっちり、えー、国語もばっちり、それから、まあ、物理科学生物は OK、それから日本史世界史は OK。まあ 必要であれば地理とか公民とかどうだろう、まあ、うちの先生たちやってると思いますからね、うん、地歴公民やってると思いますから、まあ、そういったところで必要であれば、ですねあのうちの先生たちがオンラインとかでも、ね、教えますので。 まあ、結構佐賀の子たちなんかもね最近来てますけれども、あのー、佐賀は佐賀でも佐賀市ぐらいまでだったらこっち通えるんですけどね、佐賀市の佐賀に向こうにある唐津市とかね、佐賀の遠くのところとか、あるいはこっちに最近来たね、あのー、熊本の生徒さんとかも、熊本の方からオンラインで受けたいっていう感じですね、はい、そういうふうにちょっと遠めのところですね。 遠目のところの生徒さんたちっていうのは、まあまあ,あの、オンラインで教えた方がいいだろうなというふうには思っていますで。できれば、私がね、数学を教えたいんで、あのできれば私の数学を希望してください。<laughs> ですね、よろしいでしょうか。ま、はい、まあ、まあ 医学部とかね、東大とかいうふうに言われるんだったらね、ちょっと医学部の先生たちとか、あるいはその東大とかの先生たちをちょっと紹介しますので、まあそれで、えー、数学はその先生たちに見てもらった方がいいと思うんで、私はどっちかっていうと、そのできない生徒たちですね、偏差値30代とか、偏差値40代の子たちを、偏差値70代とか、偏差値80代に持っていくのが得意なので、そっちをやりたいんですよ。 だからそういうい偏差値70代とか偏差値80代の子たちを医学部に合格するように、あるいは東大とか京都大学に合格するようにしてくださいみたいなのは、ですねちょっと医学部とか東大とかの、ねえー、うちの先生たちにちょっと任せようと思いますので、その方が多分早いと思いますので、ね、若い時っていうのはね、やっぱり瞬発力があるから教えるのが早いんですよ。うん 私なんかはもう結構年を取りましたから <laughs>、ああいう難しいもんだよね、かなりあの瞬発力がもうなくなってきてるんでね、もう共通テストとかも、て面ですよ、ああいうふうな時間内にね、解けとかいうような感じでやると、センター試験の時なんかも60分であれ解くっ,っこれは結構きついなというふうに思いました。うん、なので、まあまあ、そういったところでですね、えー、何かありましたら、オンラインの授業やってますので、えー、よろしくお願いします。 で苦手教科は、こういうオンラインとか、あの個別指導ですね。がいいと思います。はい。だけれども、苦手じゃない科目ですね。あるいは、得意科目っていうのは、うちで入れているような学びエードを紹介しますから、学びエードをやった方がいいと思います。はい。ということでですね、よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていれば、チャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。